菊池正に菊池正にから1932年11月25日は日本の政治家、弁護士、教育者、大阪府知事、衆議院議員、幼名、九十郎、加賀藩士菊池久右衛門の長男として生まれる、藩主の近所を務めた、明治維新後に京都、東京で政治学、法律学を学ぶ、1877年、 大阪で弁護士となる。1881年、立憲政党の創設に参加。日本立憲政党新聞、関西日報の総監に加わり、自由民権運動を推進した。1887年、大道団結運動に参加した。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙で、大阪府大国に自由クラブから出馬し当選した。その他、 大阪府会議員、大阪市会議員、大阪府立商業学校長も務めた。1898年7月、第1次大熊内閣の成立後、大阪府知事に登用され、1902年2月まで在任。その後、弁護士に復帰。1908年5月、第10回総選挙で大阪府大阪市区に立憲政友会から出馬し当選。 1912年5月、第11回総選挙で再選され、衆議院議員を通算3期務めた。所属政党を中正会に変更した。1923年、羽衣高等女学校の初代校長となり、1931年2月まで務めた。ありがとうございます。